つい先日こんなコメントをいただきました。美咲よ、ドッグフードはこうした方がいい、これを与えてほしい、これがおすすめ、あれはダメ、これはダメ、もうわかった、そんなことよりもワンちゃん用の食器の洗い方を教えてくれ。すいません、多少漏りました。コメントありがとうございます。こんにちは、パピーザース美咲です。僕も実際コメントが来るまであんまり気にはしなかったんですけど、ワンちゃん用の食器洗いって確かにめんどくさいっていうか、あの独特なぬめりですよね。わかりますよ、なかなか落ちないんですよね。だからといってわざわざ犬用の食器洗剤買うのもなーって思っちゃいますよね。しっかり洗ってもなんか洗ったような気がしないような気もするし。ですが皆さん、このテーマで動画一本作るぐらいなんで、あります、皆さんにとっておきな情報があります。皆さんのお家にきっとあるあるものを使うだけで、あの嫌なヌメヌメが綺麗に取れる方法があるんです。今回の動画ではそんな簡単な方法を4つご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではまず、なぜワンちゃんが食べた後の食器はあんなにぬめりを感じるのか。油っぽいドッグフードのせいじゃないの？いえいえ、そのぬめりの原因はワンちゃんの唾液にあります。ぬめりの正体はバイオフィルムという細菌の膜なんです。じゃあなぜ人が食器を舐めてもあんなにぬめりがないのに、ワンちゃんの食器はあんなにぬめるのか。それは人と犬の唾液の性質の違いです。人の唾液は酸性に対して、ワンちゃんの唾液はアルカリ性です。アルカリ性の唾液は酸性の唾液と比べて細菌が繁殖しやすいことが分かっています。そして口の中で繁殖した細菌が食事の際に食器に付着し、バイオフィルムを発生させます。これが犬の食器のヌルヌルの原因です。このぬめりは洗剤で洗ってもなかなか落ちないんですよね。私もうっかりこのぬめりで手を滑らして、過去に何枚か食器割っちゃったことあります。でも残念ながらこのぬめりは中性である人の食器用洗剤ではもう性質的になかなか落ちないんです。前置きはいいから早くぬめりの落とし方教えてくれよって声がそろそろ聞こえてきそうなので、それでは行きましょう。ワンちゃんの食器のぬめりを落とす簡単な方法4選。1つ目はティッシュや布で拭き取る。え、食器洗いの話してるんじゃないの？って慌てないでください。実はこのぬめり、水に濡れると余計に滑って落ちにくくなるんです。ワンちゃんがご飯を食べた直後、食器が乾く前にまずティッシュか布で拭き取ってあげてください。これが非常に大事なんです。その後いつもの食器用洗剤で洗ってもらうと、あら不思議、格段にぬめりがなく、キュキュッとお皿がなりますよ。ぜひやってみてください。ワンちゃんの食器のぬめりを落とす簡単な方法4選。2つ目はお酢で洗い流す。犬の唾液はアルカリ性で、細菌は酸性に弱いため、酸性の液体で洗い流すと簡単に落とすことができるんです。自宅で簡単に手に入る酸性の液体はお酢です。水で薄めたお酢をスプレーボトルに入れて吹きかけた後、すすぎ洗いすると簡単にぬるぬるが落ちます。お酢と水の割合は5対5でいいです。ワンちゃんの食器にお酢が抵抗がある方はクエン酸でも代用可能です。これもぜひ試してみてください。ワンちゃんの食器のぬめりを落とす簡単な方法4選。3つ目はメラミンスポンジで洗う。これもなかなかいいですよ。ただ食器の材質には注意が必要みたいですね。メラミンスポンジでバイオフィルムを削り落とすことになるので、プラスチックや漆を使った食器にはダメみたいですね。ステンレスは細かい傷がつくのが気にならなければ大丈夫です。陶器は全く問題なしです。ワンちゃんの食器のぬめりを落とす簡単な方法4選。最後4つ目は除菌液で洗い流す。ワンちゃんが舐めても安心な次亜塩素酸水の除菌スプレーも便利。弱酸性ですのでぬめりが落ちるのはもちろんのこと、除菌もできます。災害の際の避難時にも備蓄しておくと、ワンちゃんの食器だけじゃなく手や身の回りの除菌もできるので便利です。それでは今回はワンちゃんの食器のヌメヌメの解消法をお伝えしてきましたが、いかがでしたか？でもなんだかんだ言ってペット用の食器が一番便利です。まあ、二度手間とかもなく一度で綺麗になりますからね。元も子もないこと言ってすいません。ですが今回は今すぐ試せる簡単な方法で皆さんにお伝えしてみました。どれも効果はありますので、いろいろ試してみると新たな発見があって面白いかもしれませんよ。ぜひやってみてください。やってみた感想なんかもコメントお願いいたします。それでは今回は以上です。ありがとうございます。